スノーキーの FX 威嚇攻略ブログ管理人のスノーキーこと小手川幸也です。この動画で週末恒例来週の戦略についてお話していきたいと思います。ということで、まず私の、現在の保有ポジションなんですけども、このようになっております。米ドル円と、ユーロドルはロング。そして5ドル円とニュージーランド円はショート。で、1個だけこれ5ドル円なんで、両立てになっているんだって、これ5発注なんですよね。まあでももう、いいかっていう感じで、はい、放置してるんですけども、まあでも、まあ嫌な位置なんで、どうかなというところです。はい、でまあいつも言っていますけども、ポジショントークになる可能性があります。ということで、まあ、米ドル円ですよね。はい。まあ先週、111円台半ばぐらいまでっていう感じで、言っていたんですけども、どうですかね。まあ、前回死守したここのラインですね。まあ、あとここに近づいてきて。で、まあ、ちょっと、最近の流れを見ていると、ここを割ってしまうか、それとも反発するかで言うと、割る確率の方が6割、7割ぐらいあるんじゃないかなとは思います。ただね、レンジっていうのは、まあ、こう言って下がって、こう言って下がってで、ここの時は、うわーと思うんですけども、また下がって、ここは抜けちゃうんじゃないかなって上がって、結構そんなもんなんですよね。まあ、あっさり反転という可能性もあるんで、まあ、ちょっと見極めは難しいんですけども、全体的なトレンドを見ると、円が買われているんで、まあ、ちょっとでもここを抜けるときついなー。次の目標としては、ねえ、まあ、110円割るか割らないかっていうところまで、行ってしまいそうなんで、まあ、ここはなんとかね、死守してほしいところなんですけどね。はい。で、次ですね、ユーロ円、先週ちょっとロング持って、まあ、損は出たんで、損失は出してしまったんですけども、一応逃げることができました。いやー、まあ、この形から買いで入れって言われてもちょっときついなっていうところなんですけどね。本当に、そうですよね。まあ、大統領選動向のところまで、もうこのスピード的にはね、行ってもおかしくないような感じですね。で、まあ比較的まだマシなのが A ポンド円ですね。まあこちらもちょっとロングで入っていって、逃げたんですけども、これもちょっと米ドル円と似てますね。ここで反転できるのかどうかっていうところで言うと、まあこの形を見るとですね、こう下がっていってますよね、斜めに。もう一回米ドル円の方を戻しますと、はい。ただ、こう、レンジじゃなくて、こっから考えるともう完全にこう、下降トレンドなんですよね。まあ、これちょっとまた週足とか見ないといけないんですけども、というところで。はい。で、次行きます。ユーロドルですね。はい。まあ、ユーロドルに関しては本当にね、まあ、一方向に最近は走っていないなと。で、また、そうですね。水木見ると、上目指すのかなと思ったら金曜日でこんな感じで、まあ、ちょっと、ドル買いなんですよね、ドルストレートに関しては。ただ、米ドル円だけは例外で、円の方が買われているっていう状態で。まあ、これなんかあるのかなーっていう感じですよね。まあ、ただ、そうですね、前回のまあ、この、しっかり下値固めしたところあたりまでもまだちょっと遠いですし、ここは割るかどうかで言うとね、まあ大丈夫なのかなーっていう、今のところでは思っています。はい。で、A ポンドドルですね。まあ、こちらもね、本当にまあ、A ポンドにしては、レンジの中、一点のレンジの中でいます。まあ、どうかな。まあ、これ、まあ、そんなに大きく動かないかな。はい。で、次ですね。5ドル円ですね。ロングとショートと両方持っちゃってるっていう。で、まあ、ショートに関しては大当たりだったんですけども、まあ、ここですよね。85.5。ここ割るか割らないかっていうところですね。まず、はい、最近で言うと。で、一応ね、5ドル円のショートしたときは、ここまで来たら同点でロングしようと思ったんですよ。ただ今の相場の雰囲気からして、まだショートでもいいなと。もう、このあたりまで落ちてくるとさすがに同点ロングにはしたいと思うんですけどもという感じにちょっと気持ちは変わっています。で、ニュージーランドドル円の方はさらに、まあ5ドル円より弱いんですけども、まあまずここですよね。はい。でもまあニュージーランドドル円に関してはニュージーランドドル円単体で見るよりも、5ドル円がどこでまあ、下げ止まるか反転するかで、まあ判断したいなとは思っています。はい。で、来週の重要指標などなんですけども、来月3月の一週に入ってくるんですけども、米雇用統計は、ちょっと噛みましたね、今すいません。米雇用統計は、次の週みたいですね。ということで私が特に重要と思うものはありません。スノーキーの来週の戦略。
米ドル円やや脇、まあ、そして先ほども言いましたけども、まあ、前回の安値をね、割る確率としては、まあ、6割、7割ぐらいはあるんじゃないかと。まあ、そこで走るかどうかっていうところもちょっと注目ですよね。走る、つまり、下落スピードが速くなるかどうか。で、ユーロ円は弱気、A ポンドは弱気、5ドル円とニュージーランド円はやや弱気。ユーロドルはちょっと難しいんですよね。まあ、ちょっと中立からやや強気とさせてもらいました。そして、A ポンドドルは弱気ということで、これらの戦略をもとに、FX をやっていきたいと思います。投資に関する最終決定はご自身の判断と自己責任でお願いいたします。私いろいろお話していますけれども、私の個人的な考えです。ということで、今回は週末恒例来週の戦略でしたけれども、これ以外にも、バイナリーオプション、システムトレード、まあ、いろいろ投資に関する情報を配信していきたいと思います。そして、ブログの方ではまた動画とは違ったことを書いておりますので、こちらもスマートフォン、タブレット、パソコンのブックマークを記入追加をお願いいたします。ツイッターのフォローもぜひお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。